えー、こんにちは初めまして私はですねテラチャージの鈴木と申します本日よろしくお願いいたしますであの我々ですねあの本日あの説明させてもらうものは提供させてもらってもらう EV 充電インフラ サービスを説明させてもらえればと思います。で実はですね、今日あのちょっと私めちゃくちゃ緊張してるんですよ。なんでかというとですね、あの昨年10月にですね、s m e 東京あの,の中野さんからですね、講演のご依頼が来ましたと。ただですね、当初僕即断即決でこの講演をやりたいです。やらしてくださいと言いましたが、20名くらいの規模のですね講演だと恥ずかしながら申し上げながら思ってたんですね。でここ来たらもう大変権威のあるですねあの講演で,ね,でね、本当にここ 心より嬉しいとと思っているとで同時にです、ね、本日僕が一番あの今日伝えたいことはです、ね、このプレゼンを通してです、ね、皆様の EV 充電インフラの,あの知見が少しでもたまればと。 思ってまますすのでよろししくお願いしますで簡単に私の自己紹介させていただきます私は東京の大学大学院を卒業後ですねあの基本的に海外でずっと仕事させてもらってます、まあ、例えば東南アジアのベトナムとか欧州のイギリスオランダであの南米のです、ね、ブラジルチリアルゼンチンにもですねいましたであのアフリカにもいましたたまに僕の友人は僕のことをトラベラーと言いますね、はい、であのその中でですねあの僕がですねあの所属しているこの会社はですね寺モ モータータズと申しまして2010年に創業したですね EV ベンチャーでございます2年前まではですね我々の主力事業これはですね EV 二輪車 EV 三輪車のですね製造の販売をですねインドで中心にやっているあの会社でございましたで我々なんでですねこの会社を作ったかといいますと グローバルメガベンチャー、日本発祥のですねグローバルメガベンチャーを作りたいと思って創業しています。なんでかというと、ですひ一言で言うと、皆さん、こちらにいる日系企業さんが作り上げた世界でのプレゼンス、世界での貢献をですね引き継ぎたいと。これ、どういう意味かと言いますと、昨今、ですね新しい新興企業。 こちらら日本からたくさん生ままれてますただしです、ね日本の、日本の中で小さくとどまったりとかあの小さいビジネスをしたりとかあとはです、ねまあ、小さく上場するとなかなか皆様がです、ね、今まであの培って世界に出られて貢献してきたことがなかなかです、ね、あの新しい企業に伝わっていないとで僕らはです、ね、それじゃいかんと。 もっとやらなければいけないと、日本発祥で,ですね日本が提供できる、世界に貢献できるもの、もっとあるんじゃないかと、こういった思いで,ですねあの会社創業しております、のその上でですね始まったのがテラチャージというですという授業でございまして、EV 充電インフラ、一言で言うと、EV 充電器を設置して運用する、このような会社でございます。 日本ではわれわれ一番の会社でございまして、たった事業開始後14か月で4700基をですでに設置して運用しております。その上であの昨年、大型の資金調達、4条件させてもらっております。で、それをもとに、まずインド、の充電インフラサービス始めました。じゃあ、われわれ日本、インドに続いてどうなっているのかといいますと、タイ、インドネシア、こちら、展開しております。 なんで東南アジアなのか、われわれ東南アジア何をしたいかと言いますと、東南アジア全各国でですね EV 充電インフラ、これ社会インフラですね社会インフラを提供します。でその上で、ですねああのまあ、皆様がご存知のようなグラブのように、ですね社会インフラを通じてですね東南アジアに貢献したいと、あの提供したいと思っております。その上で あの我々ですね第1弾としてあの去年の10月にです、ね、あのタイにローンチしておりますであの。なぜタイなのかというところをです、ね、あのマクロ的にお伝えしますとひ、まあ、一言で言うと、ねまあ、EV が流行っているからというところなんですけれども、まあ、一方で自動車産業ですね。あのタイを含むです、ねアセアン 大変ですねあの主力のエリアとなっておりましてその ASEAN の中で,ですねあのインドネシアとタイこちら自動車最もですね有力なあの産業の一つになっておりますではなぜですねあのその中でタイというとですねこちらあの去年数年前の資料でございますがイーブ比率タイがですねあの7%とインドネシアより圧倒的に多いと。 で皆さんこれあ、これ、オーストラリアと変わらないのかと思いますと、で実は違ってですね、あのタイの自動車販売数の半分はです、ね、あのピックアップカーなんですねで、要はですね、自動車の乗用車だけで見ると、EV 比率はタイは倍になると、つまりですね、中国をですね、あの次いでですね、アジアを牽引している EV 産業がこのタイにあるというところでございます。でではなんで タイがそこまで流行っているのか、なんで EV がそこまで流行っているかといいますと、この大きく2つトリガーがあります。1つはです、ね、車体価格ですねあの、ガソリンよりも安くなるで、もう1つは維持費ですね、ガソリン価格よりも安い、こういった時にですに、ね、トリガーがきっかけとなりです、ね、EV 車が増えていくというところでございます。で今現状どうなのかと、これは2023年12月の,です、ね、あのタイにおける新車販売。 ですがあのこれざっくりちょっと計算したんですけども EV 車あの全体ですね30%前後すでに新車販売比率ありますで先ほど申したようにピックアップカー対ーよく販売されてますがそれを除くとですねもう50%前後になるんじゃないかと思ってます、詰まるところですね2人に1人、3人に1人ですね EV 車を買っているとこのような事実がございます。 その上で,で、我々ですねあの昨年あの会社をですねあのタイにおいて作りました、今現在20名で,ですねまああのこれが我々の社員20名でやっているんですけれども、大変もう平均年齢25歳ぐらいのまさにスタートアップをタイで,ですねやらせてもらっています。我々、どんなサービスかといいますとあのワンストップサービスでございますね。の質のいい EV 充電器をですね調達して我々が充電器を設置工事して であのモバイルアプリケーション、メンテナンス、カスタマー,をカスタマーサービスを提供すると。 このような短期ソリューションと言われる事業を展開しております。じゃ我々ビジネスモデル何かと言いますとまず丸1ご覧くださいあのまず充電器を設置してですねあの丸2で,で EV ユーザーさんに対して EV チャージングプラットフォームメンテナンスコールセンターそしてですね最後にはですねあのオーナー様にあの電気代の返還そしてですね利益の還元をさせてもらっております。 たったですね我々3ヶ月で,ですで、ね、に19施設の,です、ね、あのお客様からです、ね、注文依頼を受けております。でこれ大変ですね、本当はです、ね、タイのですね我々の競合と言われる、ね、EV 充電インフラサービスさんってです、ね、もう5年前、10年前からやってるんですね。で、なんで我々あのこんな最一番遅く参入してです、ね、まだ受け入れられているのかというとあの我々の特徴にございます。 であの皆さん、ですね EV 充電インフラサービス使うとしたらやっぱり充電器の品質でしょと思うことが多いかなと思いますただ実はちょっと違うんですよねじゃあ皆さんのパソコンのバッテリースマホのバッテリー充電器ってそこまで気にされますか まあ大事なのはもちろん大事ですね。ただですね、それよりですね、サービス、オペレーション、皆さんですね、オーナーさんは5年、10年間使うので、もっともっとですね大事なのはですね、こういったですね、サービスの品質なんですね。一つはですねあのあの、アプリケーション、モバイルアプリケーションが使いやすいかどうか、でもう一つはあのリペアですとか、コールセンターがちゃんとやるかどうか。で、これ、実は面白い話なんですけど、私がですね、タイに参入を決めたきっかけが二つあります。 私の経験ですタイの市場調査をです、ね、昨年したときにです、ねあの、競合さんのアプリとか使ったりとか、まあ、他社さんのものを使ったりとかしたときになかなかアプリが立ち上がらないと、アプリが遅いとでかつです、ね充電器、充電をしようと思って差し込んだらなかなかです、ね、充電できてないと、おかしいなと、であのコールセンターに出たと誰も出てくれないとあ、そういうものなのかと、であの2つ目の出来事はです、ね、これに起因しますが。 あのコンドミニアムさんのです、ね、施設責任者と話したときに今すぐ日系のメーカー、日系の企業にあ切り替えたいとで、彼らはもうすでに充電器導入してるんですね、なんでかと、全く僕が経験したこと,と同じことしてたんですよ、アプリが遅くてクレームが来てしまうとでかつです、ね、あリペアとです、ね、メンテナンスとです、ね、カスタマーセンター、サービス、電話してもすぐ来てくれないと。でこれって 5年10年使うもんなんですよ。インフラなんですよ。ですので、ここはまだまだですね。我々がタイにおける提供価値があるんじゃないか。なぜならば日本って皆さんご存知ですね。めちゃくちゃ厳しいですよね。サービスの品質であのその中でですね。我々一番の。 あの実績も日本でありますそのノウハウをですねタイに持ってくればですねあの貢献できるんじゃないかと思ってですね参入しております。我々、モバイルアプリケーション、他社さんと違ってですねあの自社開発です、自社でソフトウェア、エンジニアを抱えています。これが何がいいかというと、改善もですねアプリの改善もすぐできると、皆さん、Google マップのように調べて、セレクトしてもらってですね充電するという形で、オーナーさんも何キロ、いつ誰が使った かかとというのも分かるものももるになってますとで最後、ですねあの EV 充電器もちろんですねそこまで技術的に差別化はないもののですねあの品質の安定、大事です。ですので、我々ですね電気設備のですね日本でタイで最もですねあの有力なですね ABB さんの充電器を使っております。な、ま、ん、あ、でかと、我々日本、インドで一部ですねあの自社で製造してますが大事なのは品質が安定すること。 ですので、最もその国で,です、ね、あの使われていて、最も品質安定しているものを選ばせていただいております。で、あのタイ全国でやってます。で、最後になりますが、あの我々ですね、あのまあ、この我々のですの、ね、日本初のグロ,ーグローバルメガベンチャーになると。 で東南アジアでですねあのグラブみたいな社会的インフラを作りです、ね、われわれの充電器、充電サービスを通じて貢献すると、まあそういったですねあの少しでも共感があれば、ですねあわれわれは来年、ですねあのナスダックにあの上場準備してますので、あの出資とかご興味あれば、ですねあのお話いつでもあの聞かせてもらいたいと思ってますし、同時にですねあの皆様の施設であの5年、10年使うこの充電インフラ、安定してやりたいよねと。ねもしクレーム たらですね、あのブランド毀損してしまうよねと、そういったですね、あの心配あるお客様もですね、ぜひあの我々のですねサービスでですね、あのご貢献させてもらえればと思います。本日改めてありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ขอบคุณありがとうございました。ครับ。